どう見ても伊達が撃ったようにしか見えん。これは何かの間違いです。これは現場にあったものだ。鑑識で伊達の銃のものと判明した。何度も申し上げる通り、彼は我々の極秘捜査に協力してもらっているもので。元刑事とはいえ銃の携帯などを許せるはずはなかろう。おっしゃる通りですが、彼の協力がなければミレニアムタワーを爆破させた組織を特定するのは難しい状況でして。君らが追っていた組織とは何なんだね。人言派です。人言派？何を言ってるんだ。人言派はとっくに壊滅したはずだ。いや、公安部が半年前から内定してたところ、その残党がまだ神室町に潜んでることが分かったんです。確かな情報なのか。ええ、我々がマークしていたスターダストというホストクラブのオーナーはその可能性が高かったのです。なぜ公安部は正式な捜査を行わなかったのかね。和樹は用心深く頭が切れます。そこで倉橋課長から和樹と親しい伊達さんの捜査協力要請があったんです。事情は分かったが、このような結果になってしまったんだ。伊達を逮捕するほかなかろう。逮捕？これが公になってみたまえ、元刑事のスキャンダルとしてマスコミの格好のネタになるだろうが、すぐに伊達の身柄を拘束する手続きを取る。待ってください。現時点をもって本捜査の指揮権を捜査一課へと移行。人言派の事件においても同様だ。公安部も四課もこれ以上の手出しは無用だ。分かったね。はい、分かりました。以上だ。倉橋課長。分かっています。伊達さんのことは私にも責任がある。いい方策を考えてみます。ビデオに映っているのはほんの一部じゃない。そんなことは幹部の連中にはわからない。だとしてもビデオに映っていただけでどうして容疑者になるのよ。今この町で起きた事件は全てビデオで検証することになってるんだ。あの男を射殺したのは私よ。銃を提出して証言するわ。よせ。元刑事とはいえ一般人である伊達を使って極秘捜査をしていたことは事実なんだ。それに現場には誠が撃った時の銃弾が残ってる。お前の銃弾はもみ消されちまうだろう。花屋が撮ったビデオが証拠になってるのか。おそらくそうだろう。こうなったらとことん人言派の動きを追ってやる。だがこのまま神室町にいたら逮捕されるのは時間の問題だろう。一旦離れた方がいい。これからどうするつもりだ。大吾の居場所を探し当てて、そこから人言派を探ってみる。どうやって？こうなったらあいつを頼るしかない。花屋か。ああ。何か掴んだら連絡する。
ここにあるのね。ああ、ここの50階だ。エレベーターは向こうだ。久しぶりだな、キリン。地下の次は堂々と高層ビルの中に設備を持つとはな。まったくあんたがやることにはいつも驚かされるぜ。綺麗なお嬢さんだな。こう見えても府警四課の刑事だ。佐山薫さんだね。どうして私の名前を。高専在学中20歳で国家公務員2種をパス。人事院からの推薦を受け、卒業後府警に準キャリアとして採用される。その後配属先を4階と移し、今年の4月最短の4年というキャリアを経て警部補へ昇格。同時に4課主任へと就任する。通称ヤクザ狩りの女だったかな。どうしてそれを。ふん、あんたたちがカムロ町に入ってからの動きは大体知ってる。その間にちょちょっと調べておいたのよ。さすがだな。まあな。じゃあ俺たちがここに来たわけも分かってるのか。ああ、大体察しはつく。堂島大吾の件だろ。そうだ。俺は大吾を誘拐した奴らに言われ天野ビルへと向かった。そうしたらあの騒動か。妙な事件に巻き込まれちまったな。伊達さんの話だと警視庁に証拠のビデオを提供したのはあなただと言ってたけど。確かに。だがあれは運が悪かった。映像の角度的に伊達と和樹しか映ってなかったんだ。それで伊達さんは容疑者になってしまった。そうだ、悪いことをした。え、どういう意味。もし俺が確認してたら、あんな情報量の少ない映像を証拠として提供しなかったってことだ。言い訳になっちまうが、あれは俺がいない間に警視庁に流れちまったのよ。つまりどういうことだ。どうやらネズミが入り込んだようなんだ。スパイってこと。まだはっきりは分からんが、例のここのビルの爆破も通常なら事前に察知できたはずなんだが、肝心の情報は全く俺のところに入ってこなかった。あなたの目を盗んでモニタリングをしている人物が内部にいるのね。ここは24時間体制でカムロ町の様子を監視している。だが当然俺がいない時間帯がある。その隙を突いて誰かが小細工したとしか考えられん。誰がネズミか見当はついてるのか。いや、ここで働いている連中は全員がサイの河原にいた古い付き合いの者ばかりだ。そう簡単に裏切るとは思えんのだが。ボス、例の男を発見しました。メインモニターに回せ。そうだ、あんたがここに来ると思って先に手を回していたのよ。場所を特定しろ。太平通りです。ビルはどうしたんだ。停電です。原因は。どうやら変電室に異常が起きたようです。
非常用システムで対応します。このビルの電気は全て変電室から供給されているんだ。ボス、変電室に侵入者がいます。今モニターに映します。何者だ、何人いるんだ。8人です。この部屋はどこにあるんだ。このビルの地下10階だが、退治してくれるのか。ああ、何としてもダイゴの居場所を知りたいからな。これで8人目ね。ああ、最後の一人だ。お前はキリア、おとなしゅうその子を渡したってな。我ほどの男をこないなところで殺しとうないんすわ。おい、やれや、ぶち殺したれや。誰？近江連合の林って男だ。近江、なんでお前がこんなことしてんだ。わしは今龍二さんの下にいてまんねん。直接近江とは関係あらしまへん。何？それで俺たちを妨害しようと。わけはよう知りまへんわ。ただここの変電室を壊してこいって命令を受けただけですね。思い出したわ、1年前の事件後、近江のカンブリストから林って男の名前が消えたの。どこに行ったのかと思えば合流会にいるとはね。我々もしかしてヤクザ狩りの女とか言われたる刑事案でっか。府警四課の佐山よ。おお、そないなお人がヤクザ組織の元組長さんと一緒におるとは意外でんな。舐めたこと言わないで。
あなたのしていることは住居不法侵入、器物破損。もしここで抵抗したら公務執行妨害。罪は重いわよ。ふん、脅しでっか。そないなもん、命捨てたわしじゃ通用せえわ。なんだと。もう近江連合の林いう男は死んだんじゃ。わしは龍二さんに天下取らせる。そのためやったら刑務所だろうがどこでも行っとるやないけ。Shiryu! Shiryu! 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 Shiryu!
さすがや、キリュウ。しかし林のような幹部衆まで郷田隆二は取り込んでいたとはね。ああ、それだけ敵も本気ってわけだ。さあ、これで電気は戻ったわ。よし、上に戻ろう。ボス、システムが復旧します。よし、電源を入れろ。堂島大吾の居場所を移せ。はい。ボス、故障か。いや、誰かにハッキングをかけられています。なんだと。どうした。何者かがシステムに侵入して妨害しているんだ。これも交流会の仕業か。状況から考えるとおそらくそうだろう。くそ、早い。これじゃ対応できん。変わって。え、早く。なるほど。あいつ、すごい。さすがだな。さすが。なんだ、お前知らなかったのか。あれが狭山って女刑事の本職だ。本職。俺の調べたとこじゃ、奴は高専時代にプログラミングを極め、その技術が買われて府警入ったらしい。当時生活安全部が新設したハイテク犯罪対策のエンジニアとしてな。ハイテク犯罪対策。ああ、つまりインターネット関連の犯罪を取り締まる内勤の捜査員ってことだ。狭山は国家西上がりの準キャリア、専門職として採用されたその道のエキスパートなのさ。じゃあ、あいつはなぜ4階。配属後すぐに本人の強い希望があったらしい。最初から彼女の目標は4階に行くことだったんだろう。そこまでして4階に。まあ、俺が知ってるのは狭山の来歴だけだ。人の心の奥までは覗けねえからな。相手もかなりやるわね。よし、行ける。大したもんだ。堂島大吾の居場所が分かりました。どこだ。太平通りにある桃源郷という店の一室です。桃源郷だと。知ってるの。ああ、1年前に行ったことがある。世話になったな。さっきの騒動で俺たちが居場所を突き止めたことが向こうに漏れてるかもしれん。わざわざ大吾をこの町に連れ込んだのも俺をおびき寄せるための罠に違いない。そう思っていた方がいいだろう。くれぐれも気をつけろよ。ああ。元ヤクザに四課のデカ、不思議なコンビだ。ねえ、
ここなの？ああ。Shoot!
ねしや。悪い。五田会長は別の場所に連れてかれちまった。すまね。いや、こっちも遅くなって悪かったな。大丈夫か？大丈夫じゃねえ。死にそうだ。どうした？どこか怪我でもしたのか？そうじゃねえ。腹が減って死にそうなんだよ。ふん。それなら体の方は問題なさそうだな。